脂肪酸の霊脂肪酸とは、調査炭化水素の一家のカルボン酸である。不飽和結合の有無により、飽和脂肪酸お及び不飽和脂肪酸に分けられる場合が多い。天然に存在する脂肪酸の大部分は分岐のない炭化水素差を持つが、分子さ、環状構造を持つ脂肪酸がも存在する。生体内において、細胞膜を構成する多くの脂質分子の、 主要成分として重要である。脂肪酸がグリーセリンとエステル結合した、アシルグリセロールは油脂を構成する。脂肪酸は主に炭素数及び不飽和結合の有無、機械生態の種類によって分類される。炭素数に応じて炭素、中さ、調査脂肪酸と区別する。なお、炭素数10以上のものを高級脂肪酸とも呼ぶ。不飽和度による分類は様々であるが、基本的には、 以下の分類に従う。また不法和脂肪酸は二重結合の数が一つで、あるか、複数であるかによって、以下の分類がなされる。また、二重結合の有無を呼び、炭素数の際によって名称が異なる。脂肪酸命名法にて述べる。不法和脂肪酸は、機械生態にシス型と、トランスクリプション型がある。天然に存在するのは、ほとんどがシス型である。 トランスクリプション型のものを、特に、トランス脂肪酸と呼んで区別することがある。その他の分類には、以下のようなものがある。炭素数10以上の飽和脂肪酸の有点は、鎖腸の順に高くなり、炭素数30のトリアコンタン酸の有点は、摂氏93.6度だが、炭素数9以下の飽和脂肪酸では、乖離、水素結合による、 クラスター形成等様々な原因で炭素差の長さの順になるわけではない。炭素数2の作産では有点が摂氏16.7度なのに対して炭素数5のペンタン酸が有点が最も低く摂氏34.5度である。飽和脂肪酸は同じ炭素数の不飽和脂肪酸に比べて高い有点を示す。人を含む多くの生態内では エネルギー源として、後期的に代謝される。脂肪酸は体内においては、ほとんどが、筋肉細胞に存在している。筋肉細胞内において、脂肪酸はカルニチンによって、ミトコンドリア内部に輸送される。ミトコンドリア内膜は、アシル COA を直接透過しないため、カルニチンが脂肪酸アシル運搬体の役割を果たす。脂肪酸アシル COA は、 カルニチンと一時的に結合し、脂肪酸やシルカルニチンを生成する。この反応は、ミトコンドリア外膜に埋め込まれた、カルニチンアシルトランスフェラーゼアイにより触媒される。その後、脂肪酸は、ミトコンドリア内で、β 酸化を受け作酸にまで分解され、生成したアセチル COA は、クエン酸回路を通じて、エネルギーに転換される。マウスを対象とした、 動物実験において、ある種の脂肪酸には、主要細胞の脂肪代謝を阻害することにより、抗がん効果がある事例が、複数報告されている。奇数炭素脂肪酸は、偶数炭素脂肪酸と比較して、酸化効率が低いため、白血病患者の骨髄に含まれる、癌細胞のエネルギー源である脂肪酸の代謝を、阻害する効果があることが判明しており、 元素外剤としての効果が期待される。脂肪酸は、グリセリンとのエステル体の形で摂取されることが多い。例えば医学用語で、脂肪や、中性脂肪といえば、通常、脂肪酸トリグリセリドのことを指す。調査脂肪酸グリセリドと中査脂肪酸トリグリセリド。俗説では、MCT は速やかに、ケトン体に代わりケトン体濃度の増加を誘導するが、 LCT は中性脂肪になり、体内に蓄積するという。MCT は、ケトン体に変わりやすいのは確かだが、インスリンが、MCT が、ケトン体に変わることを阻害しているため、糖質を摂取する通常の食事では、MCT は、ケトン体を増加させることはない。すなわち MCT は、糖質制限食、または、ケトン食と共に食べないと、MCT は、 ケトン体を増加させることはない。最近では、ケトン食に MCT が取り入れられている。飽和脂肪酸を取りすぎると、カロリー不足でない限り血清総コレステロール濃度を上昇させ、拒絶精神疾患を起こしやすくすると言われている。飽和脂肪酸は、ふう、FAO が、肥満問題に対する戦略の一つとして、摂取制限を上げている。 副脂肪酸性合成系クリックで拡大、解説脂肪酸の合成という場合、通常は炭素数16のパルミチン酸の合成、さらにパルミチン酸を起点とした各種合成経路を指す。炭素数15以下の脂肪酸については、統一的な生合成回路は存在しない。多くは細菌による発酵作用やより長い炭素差を持つ。 脂肪酸の β 酸化により生成する。パルミチム酸は脂肪酸合成酵素により、アセチル COA およびマロニル COA から合成される。I 型および2型の2種類が知られており、動物や一部の菌類、細菌は FASI を、その他の生物は FAS2 を持つ。反応過程はどちらも同じである。まず、 アセチル COA 及びマロニル COA はそれぞれアシルキャリアータンパク質に結合して活性化される。続いてアセチル ACP を出発物質としてここにマロニル ACP が脱炭酸的に繰り返し縮合していく。反応サイクルごとに炭素数は2個ずつ増加し最終生成物はパルミトイル ACP である。生成したパルミトイル ACP は チオエステラーゼによってパルミチン酸と ACP に過水分解される。生成した脂肪酸はグリセロールに結合してトリグリセリドとなって蓄積されるほかグリセロリン脂質の生産に使用されこれは細胞膜の主要構成物質となる。最近の場合速やかに細胞膜の脂質分子に組み込まれるため蓄積は起きない。 炭素数16以上についても、同様に炭素差が2個ずつ伸長される。飽和脂肪酸がエネルギー代謝に関与する。一方、不飽和脂肪酸は栄養素として重要である。例えば、動物のバイリノール酸、アルファーリノーレン酸などは自身で作り出すことができない。ため、外部から摂取することが必要となる。必須脂肪酸である。 同様に高度不飽和脂肪酸もプロスタグラン人類の原料として新生児、乳児の中枢神経系の発育のために必須である。不飽和脂肪酸は、飽和脂肪酸に不飽和結合を導入することで合成され、嫌気性及び好奇性の2つの生合成経路が知られている。シアノバクテリア及び深核生物では好奇性経路が利用されるのに対して、 他の細菌は、嫌気性経路を有する。天然に見つかっている不法和脂肪酸は、ほとんどが、偶数炭素数で直差のシス型である。不法和結合の位置は、脂肪酸のカルボニル元から数えた炭素の個数、もしくはメチルキマッタンから数えた個数で表す。また、不法和結合の個数を相炭素数の後ろにつけて、表す。 例えば、炭素数18の脂肪酸の直射中に二重結合を一つ持つ場合、18、1と表す。高規性の不法和脂肪酸合成は、デサチュレーゼと呼ばれる酵素により触媒される。不法和結合が導入される、脂肪酸の炭素差上の位置に対して、それぞれ異なるデサチュレーゼが存在する。ステアリン酸のデルタ9位に二重結合が付加されると18。 一のオレイン酸となる。オレイン酸は、オメガ9位に不法和結合を持つため、オメガマイナス9脂肪酸に分類される。リノール酸やリノレン酸など、二つ以上の不法和結合を持つ脂肪酸は、多可不法和脂肪酸と呼ばれ、人にとって重要な生理機能を持つ。しかし自身では合成できないため、外部から摂取する必要のある必須脂肪酸である。 たか不飽和脂肪酸は、天然では、植物や微生物により合成される。リノール酸及びリノレン酸は、それぞれオメガマイナス6脂肪酸及びオメガマイナス3脂肪酸である。オメガマイナス6脂肪酸等を含めた動物の体内では、リノール酸はさらにアラキドン酸へ変換される。さらに、このアラキドン酸から変換されて生成される炎症。 アレルギー反応と関連した強い生理、活性物質である、オメガマイナス6プロスタグランジン、N マイナス6ロイコトリエン等のオータコイド類は、アテローム性動脈硬化症、喘息、関節炎、血管の病気、血栓症、免疫炎症の過程、腫瘍増殖における、過度のオメガマイナス6作用を抑制する、調合薬開発の標的となっている。N マイナス3と、 N-6A コサノイド線具体の生成について、代謝酵素が共通しているため、N-6 脂肪酸と N-3 脂肪酸とが、競争的な相互作用をする。オメガ3脂肪酸比等を含めた動物の体内では、α リノレン酸は A コサペンタエン酸を経由して、ドコサヘキサエン酸が生成される。DHA は、不飽和度が、 極めて高く細胞膜の流動性の保持に寄与している。神経細胞は軸索や樹状突起などの凹凸の多い入り組んだ構造を有しているため膜成分が極端に多くなっている。DHA は精液や脳、網膜の臨死室に含まれる脂肪酸の主要な成分である。トランス脂肪酸とシス脂肪酸トランス脂肪酸は構造中に トランス型の二重結合を持つ不法和脂肪酸である。トランス脂肪酸は天然にはほとんど存在しない。植物油や魚油などから得られる天然の不法和脂肪酸は融点が低く常温で液体である。また酸化による劣化が起こりやすいという側面がある。そのため水素負荷を行って融点が高く常温で固体のかつ酸化による劣化が起こりにくい。 飽和脂肪酸に変換する。この際、飽和脂肪酸にならなかった一部の不飽和脂肪酸のシス型結合がトランス型に変化してトランス脂肪酸となる。部分公開を原料に含むマーガリン、ファットスプレッド、ショートニングなどにトランス脂肪酸が含まれる。多量に摂取すると LDL コレステロールを増加させ、 心臓疾患のリスクを高めると言われ、2003年以降、トランス脂肪酸を含む製品の使用を規制する国が増えている。トランス脂肪酸は天然にもわずかながら存在する。牛や羊などの半数動物が作るミルクや肉には少量のトランス脂肪酸が含まれている。これは、半数動物の体内にいる細菌の発酵によって生成する。 工業的に生産されたトランス脂肪酸の健康への影響に対して天然由来のトランス脂肪酸については今のところ健康への影響は確認されていない。これは同時に摂取することになる飽和脂肪酸の方がはるかに量が多いのでトランス脂肪酸が量的に問題となるレベルになっていないためである。有利脂肪酸は他の化合物と結合していない脂肪酸を指し 中性脂肪の分解に由来する。有利脂肪酸は水に不要であるため、これらの脂肪酸は血小タンパクアルブミンに結合して、可用化、循環輸送されている。血中の有利脂肪酸の濃度はアルブミン結合部位の有無の状況によって制限される。有利脂肪酸はリポタンパク質リパーゼによって、リポタンパク質から放出されて、脂肪細胞に入る。そこで、 それは、グリセロールと共に、エステル化されることによって、トリグリセリドへと再構成される。脂肪細胞には、トリグリセリド維持における重要な生理的役割と、インスリン体制と有利脂肪酸水準を決定する役割がある。脂肪酸の命名法は、IUPAC 性化学命名法に定義されている。脂肪酸は、天然の脂肪を加水分解して得られる。 脂肪族モノカルボン酸である。広く使用されている、有利脂肪酸や、ヒエステルカ脂肪酸という語が使用されているが、有利や、ヒエステルカという就職語は徐々に廃止すべきである。また、これらのアクロニムである FFA や NAFA などは使用すべきではない。言い換えると、厳密には、炭素数が3以下など、天然の脂肪に含まれないものは、 脂肪族モノカルボン酸と呼ぶべきであるが総称として脂肪酸と呼ばれる。なお、脂肪酸元をアシルという語で示す場合があるが、アシルは IUPAC 有機化合物、命名法によるものである。アシルは任意の長さの直鎖構造を持つが、IUPAC 性化学命名法の脂肪酸は炭素数が4以上のものを指す。そして、炭素数が10を超える。 脂肪酸は高級脂肪酸と呼ばれている。脂肪酸とその足る元の命名は IUPAC、有機化合物命名法に従う、また許容管用名や略号については、下の表に示す。今までは2つ以上の二重結合を有する、不法は脂肪酸で、ギリシャ文字を使用して異性体を示していた。これは二重結合の一番号を列挙する方法に変えるべきである。 しかし、二重結合の位置を示す際に、接頭字として、ギリシャ文字を使う方法は、位置を列挙する方法の省略型として使用してもよい。あるいは二重結合の位置は IUPAC、有機化合物命名法の省略形であるデルタを使用してもよい。また脂肪酸を炭素数と二重結合の数の組み合わせで示してもよい。アシル元の場合は、アシルマイナスと表してもよい。 脂肪酸末端から、同じ位置に二重結合を持つことを示す場合は,は N-9、あるいは、オメガ9と示す。すなわちオレイン酸の二重結合18から9と、ネルボン酸の24から9とは、オメガ9と総称する。不法は脂肪酸は、オメガ3系列か、オメガ6系列かをはっきりさせるため、2 5、オメガ3あるいは2 5と表記することもある。 ありがとうございます。